はい、こんにちは、服部です。今回はこちらレクサス RX が販売車として入庫してきましたので、内外装そして試乗インプレッションをしていきます。こちらの車は令和5年式、距離は 27,000 キロ、グレードが 500H F スポーツパフォーマンスになります。また TRD パーツを施工したドレスアップカーになっています。2022年に登場した5代目の RX、 まだまだ新鮮さを感じるビジュアルで、体感的にこの F スポーツパフォーマンスは特に街中で見かけることが少ない気がします。以前のレビューでもお伝えしたんですが、走りは電気自動車に近い乗り心地になっていて、静かですが馬力を感じる加速が特徴的です。そのあたりは後の試乗インプレッションでお届けしていきます。はい、ではまずフロントから見ていきましょう。はい、このフロントフェイス、まあ賛否は分かれますが、期間が経つと見慣れていきます。でヘッドライトはもちろんフル LED です。なんか今回からちょっと特徴的になってるんですが、この L は継承されています。はい、そしてグリルですね。これがフレームレスのデザインです。でこれ横から見るとね、ちょっと出っ張ってるように見えます。まあ出っ張ってるように見えるというかね、出っ張ってますよね、はい、で、この車ね、下部にこの TRD が装着されています。前側に関しては装着することによってちょっと加工が必要という感じで、一部切断したりしています。金網形状によってこう浮き上がりを抑えているという形になっています。まあ、RX に関しては、TRD のエアロなくてもかっこいいんですが、あることによってさらにちょっとこう迫力が増すと、それがまあサイドリアになってくるとより際立ってくるかなと思います。はい、シルエットはこんな感じです。まあ固定重心っていうのがね、横に来ると分かりやすいかなと思います。サイドミラー、これが TRD のもので風切りのフィンがついていたりと、かっこよくなっています。で F スポーツの文字は、まあ、変わらずこの辺にありますね。まあ、ただ黒くなってますよねこれ。うん、そうで、サイドね、下側 TRD のもの装着です。このドアノブもね、特徴的ですね。上と下黒で、真ん中ボディ色と。後ほど説明しますが、Eラッチです。はい、そしてホイール見ていきましょう。この艶消しかっこいいですね。タイヤサイズは235-50-21を装着しています。前後ともに同じサイズです。はい、そしてこのキャリパーのオレンジっていうのがね、僕は個人的に好きです。これはオプションになっています。じゃあリア行きましょう。テールライトはつながるデザインです。そこの配置のところにレクサスの文字が均等配置されています。でこのサイドに関してはちょっと変わったデザインになっています。よく見ると L と。じゃあ上行きましょう。ウィングね、はい、これも TRD のものがついています。これはね、あるとないと全然違いますよね。同じく下も TRD です。まあ、ディフューザータイプです。でマフラーがね、左右2本出しで、まあ、ここの迫力っていうのはいいですね。でやっぱスポーツマフラー、最近はこの丸型が多いですね。じゃあトランクルーム見ていきましょう。はい、パワーバックドアです。トランクの容量は612リッター、 9.5 インチのゴルフバッグだと4つ入る計算です。2列目はね、そっちですね、倒すことができます。起き上がらすこともできるんか。あー、できる、できるね。でここにコンセントですね、しっかりアースまでついていると。でごめんなさい、あっち行きこっち行きないけど、あっちにシガーソケットもあると。で床下の収納はこんな感じ、まあ、何かを入れるっていうよりは必要工具が入っているという感じですね。では内装を見ていきましょう。今回紹介している RX だけでなく、デニスには様々な販売車をご用意しております。関西圏でカスタムやワンランク上のカーライフをお求めの方は、ぜひ一度ご相談ください。
デニスは滋賀県にあるカーショップですが、販売実績は関西トップクラス。ご希望があればカスタムや塗装してからのご納車も可能。アフターメンテナンスも自社工場にて行うことができるので安心してお任せください。また全国からの仕入れも可能で、各ディーラー様とも取引がありますので、中古車だけでなく新車の販売も可能です。まずはお気軽に概要欄にあります LINE やお電話にてお問い合わせください。はい、では内装見ていきましょう。この車ね、先ほどちらっと触れました E ラッチというものがついています。ここにつまみがあるんですけど、それを押しながら開けるという形になります。じゃあ車バッテリー上がりしたらどうするのというのがあったんですけど、その場合ここに手動式のレバーがあります。これをね使うことによっても開け閉めができるので安心してください。まあ、バッテリーが上がるってね、まあ、経験するしたことない人の方が多いかもしれないですね、うん。まあ、特にね新しい車とかやったら、うん、まあ上がらない、まあ、まあまあ、あの、うん、不手際がなければ上がらない。上がらないです。ブラインドスポットモニター、これと連動しています。連動していることによって何がいいかっていうと、まあ、お子様が中から勝手に開けちゃうとかね、ちょっとふとした時に確認せずに開けちゃう時にやっぱ便利かなと、はい。で、中も同様でこれを押すことで電子制御が解除されるんですが、これを引くことによって手動で開けることができます。では改めて見ていきましょう。ここにスウェードが使われていて、やっぱり高級感を感じます。で、まあ、内装に関しては赤が使われているんですが、この赤が前回の RX よりもちょっとエンジっぽい柔らかい感じになっています。だから内装色赤が嫌いやった方でもこの赤ならいいかなという方もいらっしゃいます、うんうん。はい、じゃあシート見ていきましょう。ここも革とスウェードの使い分けになっていて、ステッチもしっかりと入っています。こう結構ね包み込むようなスポーツタイプのシートになっていますね。もちろん、電動です。こうピアノブラックが使われています。あまり見えない部分でも上質なこだわりですね。で、これがあるということは、シートメモリーがね3パターンまで記憶可能です。今回ドア側ではなく内側ですね。はい、F スポーツではおなじみかな、このブレーキペダル、アクセルペダルですね、はい。では乗り込んでいきましょう。全貌はこんな感じです。こうやって見るとこのディスプレイの大きさがすごいなって感じますね。あとやっぱなんかドライバーを中心にこう包んでる感じがすごく強い、曲線を描くような配置になっています。ハンドルですね、皮巻きでステッチでこの赤が使われています。このステアリングスイッチですね、矢印だけで何も書いてないじゃないかと。これは、自分で何をどこに表示するかとか決めることができます。メタ見ていきます。もちろん完全デジタルです。ここに関しては表記はね変えることはできます。で、ここですね、運転支援というよりはもう運転監視ですよね。よそ見をしていたり、まあ、居眠りをしていたりすると警告してくれると。でもこれのおかげで40キロ以下で高速で手放し運転ができるっていうね、うん、条件のうちの一つですからね、これ。そうやね。はい、じゃあナビ行きましょう、はい。ここまでディスプレイなんですけど、3分の1、いや4分の1ぐらいかなは、まあ、エアコンの操作になってます。その代わり物理ボタンがなくなっていますよと、すっきりしています。で、上の部分がナビであったり、テレビオーディオ類が見れるという形です。エアコンはボンドとかはねこのつまみ式なんですよね、うん。この下行きましょう。ちょっとした小物スペースで、タイプ C です。電源が2つで、ここのねオーナメントちょっと特徴的ですね、うん。縞模様、開けてもらうと中に置くだけ充電でも、これは僕は理にかなってるかなと。携帯強制的に見ない体制を作るっていう、いいと思います。で、その横は小物スペース、ここにも、タイプ C と USB で、こっちに
シガーソケットもあると、うん、もうこの電源に関してはすごく充実しています、ね、うん、ドリンクホルダー2つで RX の特徴ですね、はい、奥側が1段下げれるとおなじみです。シフトノブは次世代式とホールドと電動パーキングついてます。センターコンソールいきます。両開きです。中はこんな感じです。この中には電源線は入ってません。まあいらないですね、うん、前にいっぱいあるんでね。まあ、今回のこの RX で思うことは配線というか配置の問題なんですけど、こう無駄がないなというふうに思います、うん、シートメモリーもドア側まで配線引っ張ることなくこのパネル内で収まってるし、電源もここまでで収めることができているというのはすごい理にかなってるなというふうに感じます。はい、では上見ていきましょう。バイザー鏡と連動式のライトもついています。デジタルインナーミラー、後ろをこう映像で映してくれる機能がついてるのがもうほとんどになってきてるんですけど、うん、ただこれもね、こういうミラーにすることもできます。それ消せますよね。消せます。はい、消してミラーで、まあ、これで確認することも別にできます。まあ、最初慣れてない方ね、ちょっと気持ち悪かったり感覚つかみにくいとかっていう方多いので、その慣れるまではミラーでやってもらってもいいのかなとは思います。パノラマルーフ、まあ、サンルーフ、ムーンルーフとも言いますね。すごく広いです。後部座席、ね、の足元余裕で越えていきます。うん、前側ね開いてくれます。はい、うん、この開き方ね、換気するとき結構これ効率いいんですよ。はい、では後席乗っていきます。こんな感じです。はい、前席下がってます。というのも、電源落としたら勝手にこいつが最大値まで下がっていくので、こういう感じになります。その状態でももちろん足元ゆとりがありますね、うん、こんだけ入ります。で拳も、まあ、2個入りますね。でここのこの膝下ですね、しっかり密着してくれてるので楽です。で、あとなんといってもこのルーフやっぱ開いてるのは開放感がありますね、うん、ここもシェード、まあシェードすることによって紫外線だけじゃなくて、まあ、プライバシーもさらに守ることができます。でドア内側の質感は本当に前と一緒、ちゃんとスウェードもあるし、後席にももちろんいいラッチがついています。でこのね、ここ見てもらいたいんですけど、これがついてるということは、なんと後ろもね電動で、操作することができるんです。はい、こんだけの差があります。まあまあ寝ますね。まあまあ寝ます。じゃあこのままちょっとここ行こうかな。はい、止まってくれますね、ちゃんとね、肘置きになってくれます。でなんとここにも小物入れあります、収納スペースね。で開けてもらうとドリンクホルダーが2つ出てきます。じゃあ続いて真ん中行きましょう。はい、電源線2つです。ここも全てピアノブラックです。でシートヒーター、ベンチレーション3段階ついてます。で下行くとコンセントが1つついていると。後部座席もしっかりと充電設備が整っています。センタートンネルは決して高くないですね。まあ RX ってもともとそんなにね高くないんですけど、多分前ってほぼほぼフラットじゃなかったっけ。あれ前フラットやったっけ。確かちょっとまあ以前のモデルに比べると高さが出たかなという感じです。ただこのセンターのこの幅がやっぱり RX になると広めになってるので、うん、真ん中に乗っててもまあ乗りやすいというかね、うん、足添えやすい、まあ、開かなくていいですもんね、うん、では試乗行ってみましょう。はい、では試乗していきましょう。アクセルのレスポンスが
このエコとノーマルと、あともう一個スポーツとあって、もうこの切り替えだけでだいぶこのアクセルワークが変わってきます。でなんせ乗り心地が良くて、この乗り心地に関してはやっぱりあの前のモデルと比べて良くなってるなというふうに思います。車音性は言うまでもなく、さすがレクサスといった感じで、まあノイズがちょっとあるぐらいで、今日結構外風強いんですけど、もちろん風切り音っていうのは感じないです。まあ、音楽聴く方、ね、会話する方、まあ、邪魔にならないかなと思います。ブレーキに関してはガソリン車と違って、そもそも、アクセル離してこうブレーキする時って、まあ、ガソリン車でいうエンジンブレーキがこうかかった状態になるので、うん、レスポンスはすごくいいです。その分ブレーキパッドとかの減りもね、やっぱエンジン車と比べて減りは少ないです。で、まあ、余談やけど、ブレーキパッドを結構こう定期的に変える人ってちょっと運転を見直してもらった方がいいと思います。やっぱ急ブレーキ急加速多い方が多いです。まあ、外車のブレーキダストはもうどうしてもしょうがないんですけど、あれはどんだけエコな運転をしてもダストは出ます。そこは関係ないんですけど、やっぱり急ブレーキと、まあ、踏み方がちょっと荒い方っていうのはね、見直してもらうだけでだいぶ変わります。今保険会社さんのドライブレコーダーとかっていうのがあるんですけど、そういうのやと運転評価とかっていうのがね、最後エンジンを切った時にされます。急ブレーキ急加速急ハンドル多かったよっていう場合はやっぱり評価点が下がる。で評価点が逆にいいと翌年の、保険更新の時に高スコアな運転ということで割引があったりとあります。すごい、うん、ただ評価してくれるだけじゃないんや。そう、急ブレーキ急ハンドル急加速があるとデータがこう飛んでお知らせしたりとか、まあ賛否はありますがそういうのもあったりと、うん、うん、ハンドリングも車体の大きさからしたらめちゃくちゃいいですね。やっぱこれすごいですね。ヘッドアップディスプレイで、うん、今こう止まってるんですけど、行かなく右から来てるよ左から来てるよっていうのをヘッドアップディスプレイで教えてくれます。はい、以上がレクサス RX の紹介でした。現在この車はゼニスで展示中です。気になった方はぜひご連絡ください。このチャンネルでは販売車やカスタムパーツ、新型車種の紹介をしています。お問い合わせは公式 LINE にて随時受付中、お気軽にお問い合わせください。 Instagram もやってます。公式アカウントだけでなく僕個人のアカウントもありますので、概要欄よりぜひチェックお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。